はい、皆さんどうも、こんにちは、浩平でございます。ということでですね、今回なんですけれども、ですね、まあ最近ね、まあ5周年発表会がありましたけれども、その前ぐらいからね、ちょっとまあ話題になっていることなんですけども、パーフェクトワールド、追加公演ですね、のパーフェクトワールドが一体どうなるんだということがですね、非常に話題となっております。まあ、またですね、アゼリアのですね、振り替え公演が6月に決まったということもあって、まあ、なおさらね、結構、パーフェクトワールドがどうなるってことが話題になってるんですけども、まあ、今回はですね、ちょっと僕が、パーフェクトワールドのこの件について、思ったことを、見解をですね、ちょっとホワイトボードに、まあ、軽く、まあ、書いて説明していきたいなと、思います。はい、まあ、書いたのでね、説明していきたいと思います。まあ、一応ですね、現状の、現状と、あと、今後の見通しについての僕の見解も含めた上で、ホワイトボードにですね、書きましたので、まぁ、ちょっと、こちらをですね、見ながらちょっと説明をしていきたいなと思います。はい。ですね、まぁ、ちょっと、パーフェクトワールドがですね、僕の考えなんですけども、これ、中止ではなく、延期説がかなり濃厚と、書いてあります。はい。まぁ、当初ね、中止じゃないかと、僕も、正直本気で思ってました。はい。こういった状況なので、中止じゃないかと。で、アゼリアも正直中止じゃないか、もう二度とできないんじゃないかって本気で思ってました。まあ、ただですね、アゼリアに関しては、まあ、6月開催が、まあ、決まりまして、じゃあパーフェクトワールドどうなるんだっていう、まあ、今そういう段階に入ってるんですけども、まずですね、5月、現実的に5月開催は僕ほぼ不可能だと思ってます。はい、ほぼ無理だと思ってます、5月に関しては。まあ、ね、できないんじゃないか、まあ、もしかしたらみたいなそういう感じがありますけども、こういったですね、情勢をもう見ますと、で、今4月ですので、もう1ヶ月ちょいです、もう、パーフェクトワールドまで。それ考えると5月開催はもう僕、もう無理だと思ってまして、ほぼ。で、しかも、数日後、首都圏、まあ、東京都を中心としたですね、大都市近郊の都道府県においてですね、国が緊急事態宣言を発令することとなりますので、まあ、そういった状況から鑑みても、来月の、それでね、開催っていうのは、もうほぼ無理じゃないかと思ってます。はい。まあ、なので、おそらく、運営側はですね、主催側は、中止かもしくは延期説っていう、5月の中止っていう風に言うかもしれません。はい。延期しますとは多分まだ言わないと思うんですよ。なんでかっていうと、延期っていうとね、期限を決めた上でのもう、決定ってことになってしまうので、とりあえず5月は中止しますっていう風に多分言うと思うんですよ。いつ、じゃあ、振り返り改正するかってことに関してはですね、多分すぐ言わないと思います、運営側も。これに関してはですね、徹底的に、考える必要がありますので、本当にすぐには決めれないことだと思います。で、そんな中ですね、アゼリアがですね、6月開催、6月のですね、振り返り公演というのを決定しました。6月にですね、同じゼビオアリーナで、振り返り公演を行うという決定が正式にされました。はい。まあ、これもですね、今後の情勢によってはね、本当、できるかできないかっていうのがかかってますけども、まあ、とりあえずですね、名目上は延期が決まったということで、まあ、一応書きました。はい。で、5月のですね、パーフェクトワールド開催がほぼ不可能、そして6月にアゼリアが伸びたっていう、こういった状況を見ると、多分、パーフェクトワールドも、アゼリアの後になるんじゃないかなって思ってまして、まあ、おそらくね、その方が、まあ、ね、5月が無理だっていうこともあるし、しかも、まあ、アゼリアをやった後に全員集合っていう、まあ、そう、順番的にちょうどいいので、要は5月のやつが無理だし、で、しかもアゼリアが伸びたから、じゃあパーフェクトワールドも延期させちゃって、で、僕が考えてるのは、まあ、夏頃じゃないかって思ってるんですけど、パーフェクトワールドに関しては。夏頃にもしかしたらパーフェクトワールドをね、SSA で行うんじゃないかと思ってるんですけど、そういったね、段取りになるんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、要は、アゼリアを6月にやって、それ以降、だから、まあ、夏か、まあ、もしくは秋とか、になるんじゃないかなって思ってまして、このアゼリアがね、もうだいぶその時を挟んで、まあ、6月に延期っていうことを決めたっていう、ね、こういった、まあ、主催側の判断もされているということなんで、アゼリアよりもさらに規模がでかいパーフェクトワールドを、そう簡単に中止にする、まあ、もちろん、
逆にね、キャパが逆に多いからこそ中止せざるを得ない、本当にできないかもしれないって考えるかもしれないですけども、むしろね、言い方悪いですけど、パーフェクトワールドの方がね、全員集まるから非常に重要な、あれにもなりますので、それを考えると、混ぜりゃ混ぜりゃでもちろん大事なんですけど、パーフェクトワールドの方がもしかしたらね、会場を抑えたり日付決めたりっていうのでは非常に重要な案件になってくるんじゃないかなと思います。まあ一応ですね、僕はこういった考えなんですけれども、今述べた通りの考えなんですけども、まあ皆さんはですね、皆さんでまあ各自ね、いろんな考えあると思いますのでね、ぜひね、皆さんの考えも聞きたいので、ぜひねコメント欄にね、ご自身の意見ね、書いてくださいますと嬉しいです。はい、ということでですね、まあ今回は、ちょっとね、パーフェクトワールドが、今後どうなるのかっていうね、ちょっと見通しについての僕の見解を、このように、ちょっとホワイトボードを使って、お伝えさせていただきました。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。